まあ内容が大事な大会ではないんで、まあ今日は僕の責任かなと思います。今日は僕の責任かなと思います。まず個人のパフォーマンスに関しては、いいとは言えないですし、もっともっと改善しなきゃいけない点、シュートを打つことだったりとか、味方との連携だったりとか、まだまだ改善する必要があると思います。まあこういった大会は、すぐ次に試合があるんで、切り替えることが何より大事だなっていうふうに思っています。まずそういった球際のところで、シリアより日本が勝らなければ勝利っていうものはつかめないんじゃないかなっていうふうに思っています。